お前と奥さんの席は床でいいよな。あらあら、床なんてかわいそうじゃない。そこに置いてある段ボールを使ってちょうだい。俺と妻に向かい、ニタニタと下品な笑みを浮かべる二人。彼らは以前から俺のことを見下し、馬鹿にしていた。今までは我慢していたが、大切な妻まで馬鹿にされてスルーなんてできない。いつか絶対この屈辱を晴らしてやると俺は二人を睨みつけた。俺の名前は矢島、35歳。大学へ進学する金銭的な余裕がなかったので、高卒で地元企業に就職した。就職先の会社はバネやシャフトなどの部品を作っている。小さい会社だが、製品は高品質で、大手企業との取引経験も多数ある優良企業だ。しかし、少数精鋭の会社なので、一人当たりの業務量が多く、毎日クタクタになって帰宅する。ただいま。お帰りなさい。菊太郎、パパが帰ってきたわよ。そんな俺の癒しは、妻の南と飼い猫の菊太郎だ。菊太郎とは、うちの近くにある猫の保護施設で出会った。以前から保護活動に興味があった俺は、休日になると南と共に施設へボランティアに行っている。猫との触れ合いが俺にとっての息抜きなのだ。そしてある日、これまで以上に仕事が忙しくなると、社長からお達しがあった。とある大手自動車メーカーが、新製品の開発を進めているのだが、その車にうちのバネを使いたいと打診があったのだ。少々特殊な形になるので、型から作成しなければならない。その車は、メーカーの創立70周年記念を祝して発売される完全新型で、かなりの気合が入っているようだ。その担当者に俺が指名された。相手方との話し合いや、製造管理など、重要な役割を担うこととなる。そして今日、初めての話し合いが行われた。はじめまして、矢島と申します。斉藤と申します。これからよろしくお願いします。相手の担当者は、俺と同じ年齢の斉藤さん。大手企業のエリートだが、うちの製品を素晴らしい仕事だと褒めてくれて、仕事の相手として対等に接してくれる。いい担当者に巡り会えたなと、俺は胸をなでおろした。たまに、うちの会社が小さいからと、舐めてかかってくる相手もいるのだ。この仕事は、うちの業績に大きな影響を与える。もし発売された車が人気車種になったら、業績は右肩上がりになるだろう。そんな期待を胸に抱きつつ、部品の製造に取り組んでいた。しかし、ある日のこと、すみません。事故で怪我をして入院になりました。しばらくの間、担当を外れます。斉藤さんが通勤中に事故に巻き込まれ、命に別状はないが、大怪我を負ってしまった。仕事はしばらく無理なので、復帰するまで別の担当者に任せるとのこと。今度お見舞いに行きますね。お大事になさってください。ありがとうございます。そして、新しい担当者が挨拶にやってきた。斉藤の上司の上田だ。よろしくお願いいたします。差し出された名刺に書かれていたのは、部長の役職だ。大手企業の部長ともなると威圧感があるな、なんて思っていたのだが。前から気になっていたのだが、価格が高すぎないか。え？こっちも予算ギリギリでやってるんだ。もう少し安くしろ。突然、そんな無理難題を押し付けてきたのだ。今回の部品は型から作っています。そのため価格が割高になっているのですが。型くらいでここまで高くなるはずないだろう。お前、俺たちを騙してるんじゃないか。あまりにも予想外すぎる言葉に、俺は驚きながらも必死で説明。ふん。納得いかんが、今日は時間もないことだし帰る。次までに価格を再検討しておけ。値下げしないなら
別の会社に頼むことも視野に入れるからな。文句ばかり投げつけてきたかと思えば、自分の都合でさっさと帰ってしまう。彼の目は終始、俺を馬鹿にしているように見えた。とんでもない人が担当になったな。それから数日後、斉藤さんから連絡が来たので、先日会ったことを報告。すると、斉藤さんは部長ではない別の人に頼んだはずだと、電話の向こうで困惑した様子だった。一度会社に確認してみます。しばらく経ち、再び斉藤さんから連絡が来る。どうやら、上田部長が無理やり担当者になったらしいです。なぜそんなことを。あの人、最近目立った成果がないんです。昇進に焦って他人の仕事を横取りしているのかもしれません。斉藤さんから大きなため息が聞こえる。もうこの際だから言っちゃいますけど、あの人、うちの社長夫人と浮気関係にあるって噂なんですよ。え？もしかしたら外回りの動向と称して社長夫人が矢島さんの会社に来るかもしれません。これ以上ご迷惑をおかけする前に別のものに変えたいのですが。しかし、相手は部長だ。その上、斉藤さんは入院中で思うように動けない。事情はわかりました。上田部長の件は何とかうまくやり過ごします。しかし、あとは作って納品するだけですから。それに、ここで下手に騒いで問題を起こしたら、創立70周年に間に合わなくなるかもしれません。電話の向こうで斉藤さんは申し訳なさそうな様子だった。俺が我慢すればいいだけの話だし、このプロジェクトが終われば上田部長との縁も切れる。そういうわけで、その後も俺は相手側の会社に報告することもなく、上田部長の無理難題を交わし続けた。低学歴のゴミのくせに、ゴミ工場でしか働けない底辺は黙って言うこと聞いてればいいのによ。上田部長の要求を突っぱねた際、去り際にこんな罵声を浴びせられたこともある。しかし、その罵声にもやがて慣れてしまい、日常の一幕となってしまった。そうこうしている間に、車の試作品が完成。上田部長と顔を合わせると、値下げしろ。さもないと契約を破棄するぞ、なんて脅されていたが、なんとかここまでこぎつけた。試作品の車は来週開かれる身内向けの創立記念パーティーでお披露目されることが決定。パーティーは家族も参加 OK なんだって。一緒に行かない？いいわね。準備しておくわ。俺は南と共にパーティーに参加する。かなり盛大なパーティーとのことなので、当日を楽しみにしていた。ところが、おい、なんでお前がここにいるんだ？パーティー会場に到着するや否や、偶然入り口付近にいた上田部長に捕まってしまった。あら、その人誰？上田部長の横からやたらと派手な女性が現れる。こいつが例の生意気な貧乏町工場のやつだよ。ああ、あの噂の。どこの田舎者が紛れ込んだのかと思ったわ。もしかして、この人が例の浮気相手の社長夫人だろうか。お金を持っていそうな派手な身なりだし、おそらく当たっているだろう。そして二人は、ニタニタと笑いながら、俺たちにこんな言葉を投げかけてきた。お前と奥さんの席は床でいいよな。あらあら、床なんてかわいそうじゃない。そこに置いてある段ボールを使ってちょうだい。あまりにも信じられない発言に、怒りより先に呆然としてしまう。何度も俺に逆らう身の程知らずは、床で十分だろうよ。いくらこの二人がみすぼらしい見た目だからって、言い過ぎよ。俺たちを馬鹿にして、心底楽しそうに笑う二人。今までは、俺のことを馬鹿にされてもスルーできた。しかし、俺の大切な妻まで馬鹿にされてスルーなんてできやしない。なんだ、不満そうな顔だな。
文句があるなら帰って構わんぞ。言い返してやってもいいが、こんな低レベルな嫌がらせをしてくる奴と、これ以上一緒の空気を吸いたくなかった。みなみ、帰ろうか。はい。みなみも同じ気持ちだったようで、静かに二人を睨みつけながら、俺と共に会場を出ようとする。おや、すまない。扉を開けると、すぐそこにいた人物とぶつかりそうになった。いえ、こちらこそすみません。あ、その相手の顔を見て、思わず声を上げる俺。相手の方も俺の顔を見ると、一気に嬉しそうな表情に変わった。矢島くんじゃないか。久しぶりだね。元気にしていたかい？ええ、社長もお元気そうで。かしこまらなくていいよ。君には私の大切な家族がお世話になったからね。ニコニコと笑顔を浮かべ、俺にハグをしてきた男性。社長？上田部長が呆然とした様子で声を上げる。そう、俺とハグをしているこの人は、上田部長の会社のトップ、小田原社長だ。あら、小田原社長、お久しぶりです。南さんも来てくれたんだね。南とも親しげに握手を交わす小田原社長を、上田部長と社長夫人は信じられないと言いたげな顔で見ていた。上田部長には黙っていたが、俺と小田原社長はプライベートでかなり仲がいいのだ。俺たちが仲良くなったきっかけは、5年ほど前まで遡る。その日、小田原社長は大切にしている飼い猫と共に自分の実家に滞在していた。しかし、一瞬の隙をついて、小田原社長の猫が脱走。その猫を捕まえたのが近所に住んでいた俺だったのだ。お前、どこの子だ？まさか大手企業の社長の猫とは知らない俺は、人懐っこい猫にデレデレしつつ、当時からボランティアで通っていた保護施設へ連れて行く。毛並みや栄養状態から飼い猫だと判断した保護施設の人たちは、早速張り紙を作成。俺が猫を見つけた周辺で張り紙を貼っていると、そこで小田原社長と会ったのだ。猫は無事に小田原社長の元へと戻り、前から保護活動に興味を持っていた小田原社長は、実家に戻るたびに保護施設に足を運ぶようになった。仲良くなるにつれ、お互いの勤務先や立場も分かったが、その頃にはもう俺たちは立派な猫仲間で気の合う友人になっていた。しかしこの間、俺は一度も社長夫人と会っていない。小田原社長が言うには、夫人は血統書付きの猫は可愛がるが、保護活動には否定的で、施設に行くのは嫌だと言っていたらしい。その後、小田原社長が保護施設で2匹目の猫を迎えたり、小田原社長の寄付で施設の拡充をしたり、いろいろなドラマがあったが、それは横に置いておこう。そういう経緯があり、俺たちはとても仲のいい友達なのだ。ちなみに、このことは周囲に隠していないが、積極的に話すようなこともしていない。また、俺たちはお互い、仕事は仕事、プライベートはプライベートと、しっかり区別しているので、今まで支障が出たことはない。ところで、もうパーティーが始まるよ。どこに行くんだい？小田原社長の言葉に、上田部長が、はっとした顔を見せる。慌てて俺の方を見るが、俺はニコリと笑顔を浮かべ、小田原社長にこう言った。御社の部長に床に座れと言われたんですよ。文句があるなら帰れと言われたので、今から帰るところです。は？途端、小田原社長の顔が険しいものに変わる。違うんです、社長。これには訳が。部長というのは、君のことか、上田くん。今私は矢島くんと話している。君は引っ込んでいなさい。小田原社長の一喝を受け、上田部長は顔面蒼白になってしまった。俺が今まであったことを事細かに説明すると、上田部長はガタガタと震え出す。あと、
上田部長の横にいるのは社長の奥さんですか？ああ、そうだが。俺は今まで社長夫人と会ったことがなかったため、念のため小田原社長に確認を取る。そうですか。大変申し上げにくいのですが、実は奥様からも少し嫌なことを言われまして。え？まさか自分にまで火の粉が降りかかると思ってなかったのだろう。今まで呆然としているだけだった社長夫人が驚きの声を上げた。なんだと？小田原社長が夫人をぎろりと睨みつける。彼が妻のことを語るとき、その顔に愛情は見えない。遊び回ってばかりの妻に辟易していて、最近は散財がひどいと漏らしていた。社長夫人ともあろう人があんな振る舞いを続けたら、いずれ会社の問題にまで発展する恐れがある。ここら辺で小田原社長から厳しく注意してもらった方がいいと思い、俺は社長夫人の暴言も余すことなく報告した。しかし浮気の件は伝えないでおく。二人が浮気しているという話は斉藤さんから聞いただけで、俺の手元には何の証拠もないからだ。上田部長と社長夫人は小田原社長の鋭い眼光に顔面蒼白になりうろたえている。もし俺だけ馬鹿にされたのなら何も言わなかっただろう。しかしこの二人は南も馬鹿にした。それは絶対に許されることではない。みんなこちらに来なさい。ここでは少し人目を集めすぎる。小田原社長に誘導され、すぐ横にある控え室へと入る。控え室に入るなり、上田部長が勢いよく頭を下げた。申し訳ありませんでした。しかし、謝罪した相手は俺ではなく、小田原社長。ここに来てもなお、俺に対する非礼を認めないのかと呆れてしまった。小田原社長も同じ気持ちだったようで、目をつり上げ、上田部長に怒鳴りつける。謝る相手が違うだろう。え？小田原社長の怒りを真正面から受け、上田部長はびくりと体を震わせた。お前もだ。彼は私の大切な友人だぞ。そもそも取引相手に対して無礼を働くなんて、到底許されることではない。それでも社長夫人か。社長夫人も小田原社長から怒鳴られ、半泣きになってしまった。社長のご友人だとは知らず。お前は私の言ったことを聞いていないのか。取引相手に無礼を働くことは許されないと言っているんだ。ビジネスは信頼関係で成り立っている。その信頼を壊すような真似をするなんて、我が社の社員にふさわしくない。ここまで言われて、ようやく上田部長は俺の方を見て、深々と頭を下げた。申し訳ございませんでした。今まで隠したと思っていた相手に頭を下げるのは、彼にとって相当な屈辱だろう。表面上は反省しているように見えるが、口の端をきつく噛んでいるのが見える。社長夫人も俺たちに向かい頭を下げたが、なんでこんな相手に謝らないといけないんだと言いたげな雰囲気が伝わってきた。はあ、あなたたち、社長の言いなりですか。自分の意思で謝罪しようとは思わないんですね。そんな謝罪は到底受け入れられません。すると、部長が俺たちに聞こえるか聞こえないかくらいの小さい声で、こんなことをつぶやいた。町工場の貧乏サラリーマンが。小田原社長には届かなかったようだが、耳がいい南はしっかり聞こえていて、怒りをにじませた顔で上田部長の前に立った。あなたは相手の会社の規模で態度を変えるのね。いえ、そんなことは。あ、申し遅れました。私こういうものです。にこりと笑みを浮かべながら、南は自分のカバンから名刺を取り出した。は？そこに書かれていたのは、とある業界のナンバーワン企業の名前。知らない人はいないだろうという超大手企業だ。私、この会社の会長令嬢よ。南から告げられた衝撃の事実に、上田部長はポカンと口を開けている。そう、南の父親は大手企業の創設者で、
現在は会長を務めているとてもすごい人なのだ。南はその会社で社員として働いている。俺と南は仕事を通じて出会った。南が当時取引先だったうちの会社を見学しにやってきて、そこで俺と知り合う。意気投合した俺たちはトントン拍子に関係が発展し、現在に至るというわけだ。ちなみに現社長は南のお兄さんで、俺はこの人にとても可愛がってもらっている。会長である南のお父さんとは猫好き仲間で、家族ぐるみの付き合いをさせてもらっているのだ。突然告げられた衝撃の事実に、上田部長も社長夫人も呆然としている。で、先ほどの失礼な振る舞いはどう償ってくれるのかしら。南の威圧的な物言いに、二人は顔面中から冷や汗を吹き出し、ガタガタと震える。そんな二人に、小田原社長がため息混じりで口を開いた。もういい。お前ら二人は今すぐこの会場から出て行け。後で話を聞かせてもらうとする。それ相応の処分を下すから、覚悟しておくように。小田原社長の言葉に、二人は絶望の表情を浮かべた。その後、創立記念パーティーは無事に終了。後日、二人は小田原社長に呼び出され、厳しい追及を受けたらしい。その際、小田原社長は二人の浮気の証拠を突きつけたとのこと。小田原社長は、とっくに二人の関係に気づいていて、慰謝料請求と離婚の準備を進めていたのだ。言っただろう。覚悟しておけと。結果、上田部長は会社を去り、多額の慰謝料を背負う。社長夫人も離婚され、残されたのは慰謝料の支払いだけ。また、上田部長は既婚者だったため、奥さんは夫に離婚届を突きつけ、元夫と社長夫人に慰謝料請求をしたらしい。この先、二人に待っているのは、ろくな人生じゃないだろう。一方俺は、怪我から復帰した斉藤さんと共に、新車の本格販売に向け仕事を進めているところだ。今度、小田原社長がうちに飼い猫を連れて遊びに来るので、その日を楽しみにしながら、毎日仕事に励んでいる。下請けって大変だよな。仕事の打ち合わせ中、他に誰もいなくなると、俺はそう声をかけられた。相手は次の現場の現場監督。まあ、この金額に見合った働きはしろよ。少しでもサボったら即現場から外してやるからな。この男が後にどんな目に遭うか、この時はまだ知らない。俺の名前は智也。建設現場で働いている40歳だ。うちの会社は小さいながらも社長がしっかりしていて、売り上げもこの規模にしてはかなりのものだ。俺は高校を卒業してからこの会社に入ったので、もう20年以上勤めている。社長が資格を取ることを勧めてくれた。俺は勤め始めてから随分と資格を取った。資格があればできることも増えるし、給料も上がる。資格を取るための支援もしてくれるため、うちの会社は他に比べて、いろいろな資格を持っている人間が多いと思う。俺は30歳になる前には結婚し、子供が3人。上は小学校の高学年。下は幼稚園だ。仕事も順調。家に帰れば騒がしいけど、順風満帆な日々を送っていた。ある日、社長が俺に次の現場の話をしてくる。ともや、次の現場、この議員さんからの依頼なんだが、この人って確か。俺は差し出された資料を見てうなずいた。ああ、俺の叔父です。うちの家系はバラエティに富んでいて、俺の父は役所に勤めているし、叔父は市議会議員だ。少し前にお盆で実家に行った時は、叔父にも久しぶりに会った。
その時、デザイナーズマンションを作りたいと相談を受け、少しアドバイスをしたのだ。叔父は、つながりのある大手建設会社にお願いすると言っていたのだが、うちの会社がデザイナーズマンションの建設作業に特化しているので、協力してもらいたいと言っていた。デザイナーズマンションは人気がある。しかし、デザインだけを重点に置き、見た目はいいが、実際に生活してみると使いづらい、というのはよくあることだ。以前、うちはデザイナーズマンションには手をつけていなかったが、そういった声をよく聞くので、それならデザインも使い勝手もいいものを作ってみようと社長が言い出したのがきっかけ。今では業界内ではちょっと名が知れているのだ。叔父が頼むと言っていた大手建設会社は、うちも何度か仕事をしている。この大手建設会社はちょっと癖のある人が多い。やり手が多いのは認めるけど、無理な工期を提示してきたり、利益を上げるために費用を削減してきたり、下請けの俺たちはやりづらいのだ。一度あまりにひどい内容で社長が仕事を断ってから、この大手建設会社との付き合いは疎遠になっていた。でも今回話が来たということは、叔父がうちの会社のことを話したのだろう。社長には仕事がやりづらくなるのは嫌なので、俺の叔父だということは他の人には話さないようにしてもらった。数日後、大手建設会社の担当者と現場監督と打ち合わせをする。うちの会社からは俺と社長が参加した。担当者は年配の人で、現場監督は初めて見る人だ。お客からのご指名もあり、今回は依頼させてもらいましたが、うちと仕事をするの随分と久しぶりですよね。担当者が嫌味っぽく言ってくる。社長は苦笑いをして、そうですね、と答えた。現場監督は椅子にふんぞり返っている。現場では俺が指揮するから、使えない奴は入れないでくるよ。ギリギリの工期だし、一人でも使えない奴がいたら間に合わないからな。随分と上からの物言いだ。やはり、この大手建設会社、本質は変わっていないようだ。詳しい内容の打ち合わせをして、担当者とうちの社長が一度離席した。すると、その隙を狙って、現場監督が俺に話しかけてきたのだ。現場監督の名前は加藤。歳は俺とあまり変わらなさそうだし、40代だろう。加藤はニヤニヤして俺の顔を見る。下請けって大変だよな。何を言い出すのかと思い、俺は思わず、え?と声を出した。何でもかんでも言いなりだろ?そうじゃなきゃ仕事ももらえないもんな。周りにペコペコ頭下げて仕事もらって、少ない給料で働くなんて、俺なら無理だわ。その言葉にムッとしたが、俺はお茶を飲んでごまかした。しかし加藤は何を思っているのかまだ続ける。俺は大学を出てるけど、お前は?どうせ高卒だろ?確かに俺は高卒なので、ええ、まあ、とうなずいた。その答えに満足したかのように加藤は笑う。だよな、大学くらい出てたらもっといいところで働いてるよな。俺はこの年で現場監督だし、この現場が成功すればさらに給料が上がるって言われてるんだ。まあお前らせいぜい俺のために頑張ってくれよ。さすがにこの言葉は引っかかり、俺は冷静に反論する。私たちが頑張るのはお客様のためですよ。加藤は俺の言葉を笑い飛ばす。なんだその優等生みたいな言葉、要領悪いな。だからこんな会社でしか働けないんだぞ。金持ちからは金を踏んだくってやればいいんだよ。で、省けるところは省く。
これで利益がぐっと増えるんだから、もっと賢くやらないとな。俺は加藤の言葉に呆れてしまった。言ってることは必ずしも間違いではないと思う。しかし、必要以上にお客様に予算をふっかけるなんて俺にはできない。それに、お客様に満足してもらうように施工するのだ。加藤の会社は相変わらず、利益しか追い求めていない。付き合いのない間に変わったかとも期待したが、やはり昔と同じだった。そして加藤は俺に言い放つ。まあ、この金額に見合った働きはしろよ。少しでもサボったら即現場から外してやるからな。その言葉に俺は何も返せなかった。そしていよいよ現場に入る日が来た。現場監督の加藤の態度は相変わらずで、下請けはただの労働力だ。頭なんて使わなくていいからさっさと体を使って働けよ。とまで言ってくる。俺はこの現場の責任者という立場なので加藤に言った。そのようなうちの従業員を見下す発言はやめてください。ただの労働力だったらうちの会社じゃなくてもいいですよね。加藤は凄んだ俺を笑いながら見下す。おー怖い。現場で暴力沙汰なんてやめてくれよ。こっちはお前らみたいに代わりがいる人間じゃないんだから。これ以上何を言っても無駄だ。こんな言い合いをしている暇があったら作業を進めよう。俺はため息をついて作業に戻り、加藤の発言は流すようにしていた。なんとか一日目が終わったが、加藤へのストレスは半端なかった。そして翌日、俺たちは現場に入るため車で向かう。すると現場にはすでに何人かの作業員がいた。どういうことだ？他に作業員が入るなんて聞いていないし、一体誰なのか。そう思っていると加藤がやってきた。これはこれは下請けの皆さんじゃないですか。両手を広げて俺たちをバカにするように笑う。この方たちは。俺はひとまず加藤に質問をした。ああ、この現場にはこいつらに入ってもらう。は？俺や他の作業員は声を揃えて言った。現場責任者は俺なので、みんなが思っていることを代表して伝える。どういうことですか？私たちはそんなこと聞いていません。いつ決まったことで、誰がその話を知っているんですか？すると加藤は笑った。安い外国人バイトを使うから、お前のところは取引中止だ。昨日の夜決まったんだよ。加藤はそこで時計をちらっと見る。お前のとこの会社、営業開始時間まだだっただろ？今頃うちの担当から連絡行ってるんじゃねえの？お前たちには今伝えたから問題ないだろ。まだ作業だって始まってないんだし。加藤はそう言って笑う。現場に入る時間は会社の営業時間より早い。だから俺たちの方が先に現場に出てきたのだ。でも何の連絡もなしにそんなこと、一方的に取引中止なんておかしいでしょ。俺はそう加藤に言ったが、加藤は笑うだけだった。お前ら下請けだろ？俺の言うことは絶対ってわかんないのか？まあバカだからわかんねえよな。昨日だって反抗的だったもんな。それを聞いたうちの作業員は、俺が口を開くより先に俺の隣に出てきた。智也さんはごく普通のことを言っただけですよ。そうだそうだ。他の作業員も声を上げる。しかし加藤は俺たちを睨みつけた。そういうところだよ。俺にとって作業員は労働力なんだ。お前たちみたいに口答えしてくる奴はいらないし、こっちの外国人バイトの方が言うこと聞くからな。昨日作業を終えて、お前たちじゃダメだと思ったんだ。言っただろ？
少しでもサボったやつは外すって。お前たち昨日どんだけ休憩してるんだよ。外国人バイトは給料欲しさに真面目にやるからな。俺は加藤の前に出て反論する。サボった覚えなんて全くありません。打ち合わせで手を止めた場面はありますが、それは必要なことですので、休憩ではないですよ。デザインにこだわっている部分は緻密な作業が必要な時もある。だから俺たちは考えながら施工するし、ただ手を動かすだけではダメなのだ。どうしてそれがわからないのだろう。加藤は俺の話なんて聞く耳を持たずに笑った。とにかくもうお前たちいらねえから。外国人バイトに仕事を取られたなんて話が出回れば、お前の会社と契約するところなんてなくなるよな。これでお前の会社は倒産だな。その時俺の携帯が鳴る。社長からだ。うちの作業員を連れて席を外し電話に出る。友也か、もう現場ついてるだろ。今向こうの担当から話があってな、外国人バイトを使って経費削減するから作業員を引き上げさせろって言うんだよ。俺も現場で聞きました。お前の会社は倒産だなとまで言われましたよ。どうします？そこで俺はうちの作業員にも少しの間背を向けて社長と話した。そして社長との電話を切ると、もう一度加藤のところへ向かう。外国人バイトに指示をしている加藤が俺に気づいた。まだ何か用かよ。面倒そうに言ってきたので俺は口を開く。今回うちに依頼してきたのはお客様からの希望があったからですよね。ああ、そうらしいな。加藤は話半分といった感じで答えた。でしたら勝手に外国人バイトに変更するというのはお客様にどうお伝えするんですか？それともお客様から費用の値下げを交渉され、人件費を削減することでもお話ししているのでしょうか？すると加藤は笑い出す。何言ってんだよ。客からもらう金を減らしたらうちの利益は変わらないだろ。費用はそのままもらって外国人バイトを使うだけだ。それで利益が増えるんだから、俺や担当者の給料も上がるってこと。お前バカか。思いっきり俺を見下す加藤。うちの作業員たちは困惑しながら俺たちのやりとりを見つめている。俺はそこで大きな声で笑った。倒産するのはそっちですが。俺の態度に加藤は眉を潜める。え？しかし俺はそれ以上言うことはしなかった。わかりました。俺たちは用なしですよね。では会社に戻ります。困惑した表情の加藤を置いて、俺は作業員たちを連れて会社に戻った。友也さん、どういうことですか？作業員が俺に話しかけてきたが、言葉の通りだよ。あの加藤って現場監督、最初から俺たちのことバカにしてたし、ああいうタイプ俺嫌いなんだ。まあ見てろって。と話す。作業員は不思議そうに俺の顔を見ていた。俺は会社に戻って社長と話す。その翌日、うちの会社に加藤と担当者が駆け込んできた。何かご用ですか？俺は二人を迎え入れる。担当者は、お客様から突然、うちにはもう頼めないと連絡があった。と慌てている。加藤も続いて、どういうことだ？お前何したんだよ？と俺を睨んできた。社長はにこやかに二人に座るよう促す。まあまあ、とりあえず座ってくださいよ。そして二人が座ると、俺は今回の現場の資料を開く。お客様の小島様ですが、実は俺の叔父なんですよね。はあ？
加藤と担当者が大きな声を出した。俺の後ろの方では、うちの従業員が驚く声も聞こえる。加藤は俺の胸にある名札を凝視している。そして加藤は何とも失礼なことを言った。お前の親戚に議員なんているわけねえだろ。こんな小さい建設会社の社員が議員の親戚？おかしいだろ。もし本当なら打ち合わせの時になぜそれを言わなかったんだ。俺はイラッとしたが感情を抑える。議員の親戚だと議員にならないといけないとかあるんですか？うちの親戚変わっているのか、議員や教員、あと役所勤めや看護師なんかがいますね。まあ統一性のない親戚なんですよ。それにうちの会社のこと随分バカにしてるようですけど、大手じゃないからダメなんて思ってるならあなたの方がバカですよ。多分俺あなたより給料いいですし。すると社長が笑った。そうだな。うちは従業員に資格も取らせているし、他の会社ではなかなかできないことをやっている。だからこそ協力会社として声がかかることが多いんでね。なかなか安泰ですよ。担当者は悔しそうな顔をしながら口を開いた。そんなことはどうでもいい。どうしてこんなことになったのかと聞いてるんだ。そこで俺はスマホを取り出した。昨日加藤さんが俺に言った言葉です。お客様に無断でうちの会社を現場から外し、費用を騙し取るという話をバッチリ録音しました。俺は叔父にそれを聞かせたんです。まあ叔父はカンカンでしたよ。そう言って昨日の加藤との会話を聞かせた。社長からの電話の後、俺はスマホのボイスレコーダー機能を使い、加藤との会話を録音していたのだ。加藤と担当者は青ざめる。もしお客様との話し合いがきちんとできているのなら、うちだって取引中止と言われても構いませんよ。でも、お客様を騙すような形で、質が全く違う外国人バイトを使うなんて信じられません。おじは顔が広いので、お宅の会社の噂は、今頃かなり広まっていると思いますよ。よく議員関係の仕事を請け負っているそうですが、そのあたりの仕事もなくなるかもしれませんね。俺が笑ってそう言うと、加藤も担当者も言葉を失っている。社長が俺の言葉に続いた。今朝、私と智也で現場を見てきましたが、さすがあなたが言うだけあって、外国人バイトは仕事が早いですね。でも、あんなに適当にタイルを積み上げてどうするんですか？元のデザインともかけ離れていますし、お客様次第では賠償問題になるかもしれませんね。すると加藤が突然頭を下げ出した。待ってくれ、俺は悪くない。俺はこいつに指示されただけなんだ。こんな噂が広まったらこの業界で生きていけないだろう。こいつというのは担当者のことだ。加藤、なんてこと。現場でのやりとりはお前の責任だろ。加藤と担当者は喧嘩を始めてしまった。俺と社長は顔を見合わせて呆れてしまう。あの、うちは揉めなら外でやってくださいね。そもそも突然取引中止するなんて下請け法違反なので通報しますね。もううちには来ないでください。そう言って加藤と担当者を追い出した。その後、叔父は工事の内容が違うと大手建設会社を訴える。示談を受け入れたそうだが、おしゃべりな叔父の影響でその噂は瞬く間に広まり、大手建設会社は本当に倒産してしまった。しばらくして加藤はどこにも転職できず、逆恨みでうちの事務所に突然やってきた。ちょうど社長が不在だったので俺が対応する。お客様のことを大切に思えない人間はどこの業界でも必要ないんじゃないですか。せいぜい転職活動を頑張ってください。そう言って追い返した。すると社内から、
さすが智也さん、頼りになるな。と拍手をされ、俺は少し照れてしまった。おじには、うちが付き合いのある建設会社を紹介。うちと協力してデザイナーズマンションを完成させ、すぐに満室になった。俺たちも無事に完成して嬉しく思う。これからも喜ばれる仕事をしていこうと心に決めた。あんた、いつ辞めるの？仕事中、俺にそう言ってきたのは社長だった。え？あまりに唐突すぎるその言葉に、何も言えないでいると社長は続ける。そろそろ定年でしょ？そういう古い人間はいらないんだよね。まあ考えといてよ。そう言って去っていった。俺の名前は吉田。57歳の会社員だ。俺の勤め先は町工場から成長した会社で、俺は大学を卒業してから就職した。この小さな会社に就職したいと思ったのは社長の影響だ。当時、地元の情報誌に社長のインタビューが載っていて興味を持った。一緒に成長できる人と働きたいと語っているのを見て俺は思った。その一員になりたいと。面接でその思いを語ると、社長は俺を気に入ってくれて就職が決まった。そこから俺は社長や会社のために働いてきた。俺が幼馴染だった妻と結婚した時には、社長が盛大に祝ってくれて、俺はますます社長を好きになったのだ。仕事も楽しかったし、人間関係も良く、この会社で定年まで働こうと思っていた。誠実に勤めて35年になる。会社の規模はそこまで大きくはなっていないものの、同業他社が廃業に追い込まれる中、うちの会社は生き残っている。それは社長と社員の努力だと俺は思う。社長には息子が二人いて、長男は大企業に就職。次男は気が向いた時にうちの会社に出入りしていた。長男は優秀で大企業に就職したものだから、社長が長男に会社を継がせる気はないらしい。きっと社長なりの苦悩もあるだろうし、それも社長の親心かもしれない。一方で次男は小金が欲しい時に手伝いに来ているようだ。俺の担当していた仕事は次男が手伝えるようなものでなかったから、次男とは挨拶くらいしかしたことがない。噂では次男は真面目なタイプではなく、社長の息子だと威張ってほとんど仕事をしない。常に横暴な振る舞いをするそうだ。いずれこの会社は次男が継ぐのかもしれないが、俺はあと少しで定年だし、世代交代まで勤めているとも限らない。しかし、ある時社長が事故に遭ったという。一命は取り留めたが、しばらく仕事にも出られないし、社長を辞任するそうだ。そこで次男に代替わりすることになった。他の社員が継ぐ案もあったようだが、社長の奥さんの強い意向で次男が継ぐことになったそうだ。奥さんとしては、これを機に次男にしっかり働いてほしい、という思いだったようだけど、結局は横暴な振る舞いは変わらないままだった。専務が二代目社長をフォローして何とかなっていたが、先行きは不安だ。この二代目社長の名前は順平。二代目社長となった今は40歳だ。若い頃から知っているが、なかなかのイケメン。昔からモテていたらしい。20代で地元企業の社長令嬢に一目惚れされて結婚したそうだ。今まで定職についていないのは奥さんが働いているかららしい。奥さんの姿を見たこともないし、どこの社長令嬢かも知らないが、奥さんの父親によく思われていなくて、その会社には就職する気はないと噂で聞いたことがある。
順平は社長を継ぐなり、俺は改革をすると宣言。今までの社員を辞めさせて若い世代を雇うと言っているそうだ。でも今すぐ若い世代だけになったら技術も継承できていないし、会社にとっては致命的だから専務がずっと止めているらしい。そんな中、俺は順平のターゲットにされてしまう。吉田さん、そろそろ60ですよね。早期退職しません？軽い口調で順平は言ってくる。私はこの会社が好きなので、自ら退職を選ぶことはありません。それに今私が辞めたら、この機械のメンテナンスは誰が？俺は作業で使う機械のメンテナンスも担当していたので、それを引き継ぐにはそれなりに時間が必要だった。仕様をパソコンにまとめてはいるけど、予期せぬエラーが出ることもあるので、引き継ぎもなく辞めるなんて考えられない。しかしそれを説明しても順平は、あんたみたいなおっさんにできてるんだから、若いやつ入れればなんとかなるっしょと言う。技術者だかなんだか知らないけど、あんたの給料他の社員より高いんだわ。今なら退職金も出すし、これ書いといてよ。そう言って順平は俺に退職届を渡してきた。俺は帰って妻に相談すると、社長が変わってから楽しくなさそうだし、退職するというならそれでもいいんじゃない？と言われる。確かに順平が会社を継いでからは余計なストレスが増え、仕事が楽しくなくなっているのも事実だ。決断ができないまま出社すると見かけない若い女性がいた。30歳くらいだろうか。社員の誰に聞いてもわからないという。すると順平が出社してきて、今日から俺に秘書をつけることにした。と言った。この会社の規模で秘書？ゆりかと紹介されたその女性は妙に順平にベタベタしている。順平は改革をすると言っていたし、やり手の秘書をどこかからスカウトしてきたのかと思ったが、ゆりかの仕事ぶりを見ているとそういうわけでもなさそうだ。専務に聞いても勝手に連れてきたのでどこの誰だかは知らないという。それから一週間後、俺は順平に呼び出された。吉田さん、いい加減退職届を出してくださいよ。笑いながら言う順平に俺はきっぱりと言った。私は35年間誠実に勤めてきました。前社長に恩もありますし、定年まで勤めてこの会社を支えていきたいと思います。しかし順平は隣にいたゆりかの方を見てまた笑う。聞いたか？定年間近のじじいがいても、うちの会社は発展なんかしねえよ。現に親父は大してこの会社を大きくできなかっただろ？じじいは頭が固いから時代についてこられないんだよ。ゆりかも順平の言葉に笑っている。俺は自分の好きな会社や前社長のことを悪く言われて頭に血が昇った。確かに会社の規模はあまり大きくなっていないが、周りの同業者が潰れていっている中、前社長は時代に合わせて臨機応変に対応して今でも売り上げを保っている。これがどんなに大変なことなのか、あなたにはわからないのか？そう言うと順平は俺を睨みつけた。社長の俺に説教かよ。やってらんねえな。いいから早く書けよ。順平は俺に退職届を投げつける。やってられるか。俺は腹を立てて退職届に記入した。順平はそれを受け取ると俺を馬鹿にしたように笑う。そして自分の財布を取り出して俺に小銭を投げつけた。退職金474円な。え？俺は思わずそう声が出た。退職金はきちんと支払ってもらいたい。
続けて言ったが、純平は笑う。そんなもんねえよ。誰が出すって言った？あんたが勝手に退職届を書いたんだろ？そんな、話が違うじゃないか。俺が声を上げたが、純平は俺の言葉を無視して。474円。この意味わかるか？と言ってきた。頭にも来ているし、そんなこと考えたくもない。どうでもいいと思っていると、ゆりかが笑い出した。やだ、それって用なしってこと？ひどいことするのね。474で用なしというつもりか。言葉はそう言っているが、ゆりかも一緒になって俺のことをバカにしている。純平は隣でうなずきながら俺に言った。そういうことだから、もう明日から来なくていいよ。綺麗に片付けて帰れよ。笑いながら言う純平を睨みつけ、俺は、わかりました。と言って自分の作業場に戻った。今まで俺のしてきたことは何だったのだろう。そう思いながら、俺は資料の入っているパソコンを立ち上げる。俺は急いで片付けをして、他の社員には今日で辞めることになったと言い、会社を後にする。もちろんなぜかと聞かれたが、今は話す気になれない。落ち着いたら連絡する。と言って帰った。それから数日後、俺のスマホに会社から着信がある。電話の相手は純平だった。機械のエラーが出た。お前の使っていたパソコンにデータが入ってるって聞いているが、何もないじゃないか。どういうことだ。どうにかしろ。挨拶もなしにそんなことを怒鳴り散らす。俺は笑ってやった。綺麗にしろと言われたので、パソコンも全削除して綺麗にしましたよ。新しい人を雇うんですよね。そのパソコン、そのまま使えるようにしていますよ。純平は、ふざけるな！今すぐ来て機械を直せ！と言う。俺は笑ったまま続けた。無理ですよ。俺もう退職しましたから。用なしとまで言われた会社に戻るはずがないでしょう。すると純平は、くそ！と言って電話を切る。それから俺は転職活動を始めた。妻もいるし、家も持ち家だし、できればこの土地で働きたい。そう思って社員募集をしている地元企業に応募してみた。すると、トントン拍子に話が進み、面接にこぎつける。面接官は40歳くらいの女性だ。本日、面接を担当させていただきます、五十嵐と申します。女性は丁寧に挨拶をしてくれた。しかし、五十嵐というのは純平と同じ名字だ。少し嫌な気持ちはあったが、女性がいい人のようなので、五十嵐なんて名字はそう珍しくもないし、名字なんて関係ないかと思い直した。しかし、五十嵐さんは、俺が働いていた会社のことを聞くと、なぜか顔を曇らせる。社長が代替わりしてクビになったということですか？そう聞かれたので、俺は言葉を濁してからうなずいた。五十嵐さんは、そうですか。と言い、他の質問に移る。五十嵐さんの態度から面接は落ちただろうと思ったけど、数日後に来たのは合格の連絡だった。しかしその間にも、純平から何度も電話が来ていた。あの機械を直せる人がいなくて、業務が滞っているらしい。俺は電話越しに、あなたが俺みたいなおっさんにできるんだから、若い人を入れれば何とかなるって言ったでしょ？だったら自分の言葉に責任を持ってください。俺はあなたに用なしと言われたんです。と怒鳴ってやった。それでも純平は、わかった。じゃあ特別手当を出すから、今すぐ来てくれ。と食い下がる。
嫌です。ときっぱり断るも、純平は鼻で笑った。断っていいのか？どうせ再就職先なんか見つからないだろう。小遣いが欲しいんじゃないのか？俺はその言い方に頭に来た。君と一緒にしないでくれ。小遣いが欲しい時だけ会社に来て、自分は社長の息子だからと、ろくに仕事もしないで威張り散らしていた君なんかと、一緒のレベルには落ちたくないよ。それに俺はもう再就職先も決まっているんだ。すると純平は逆切れをする。はあ？あんたみたいなおっさんを雇うなんてどんな企業だよ。見る目ないな。俺は一歩も引かないまま。そうだな。俺は見る目のない会社に尽くすつもりだから、用なしだと俺を退職させた君のところには一切力を貸すつもりはない。と言う。純平は舌打ちをして電話を切った。その後、俺は新しい職場での仕事を始める。俺は五十嵐さんにいろいろ教えてもらうことになり、五十嵐さんと少しずつ仲良くなった。五十嵐さんに前の会社のことを聞かれたので、二代目社長にはめられたようなもので、俺は退職金として474円を投げつけられて退職しましたよ。とため息混じりに言う。五十嵐さんが474円と言うので用なしってことみたいですよと告げた。それから数日後の帰り道、俺は五十嵐さんに声をかけられた。どうしたんですか？と言うと、五十嵐さんは申し訳なさそうに話し出す。黙っていて申し訳ありません。実は吉田さんの前の会社の社長って私の夫なんです。五十嵐さんは衝撃の事実を告げた。自分はこの会社の社長の娘で純平の妻だと五十嵐さんは言う。純平の奥さんの情報なんて全く知らなかったから、なんて世間は狭いのかと驚いた。五十嵐さんに何があったのか詳しく聞かせてほしいと言われ、俺は話をした。すると、さらに驚くべきことが発覚する。もしかしてその秘書って、ゆりかという名前じゃないですか？俺はうなずいた。それ、夫の浮気相手です。そう言われて俺は目を丸くする。五十嵐さんは、純平に一目惚れして結婚し、娘も生まれたが、純平がなかなか定職に就かないことに、だんだんと不満が募ったそうだ。最初のうちは、私が惚れた人だし、私が養えばいいって思ってたんですよ。ため息混じりに五十嵐さんは言った。しかし、ここ数年で、純平が浮気していることに気づき、浮気相手を特定したところだったそうだ。とはいえ、娘さんがまだ未成年だから、離婚という考えには至らなかった。しかし、俺からすべてを聞いた五十嵐さんは怒りが爆発した。惚れた弱みだと思っていましたが、もう吹っ切れました。五十嵐さんはそう宣言する。その翌日、純平から電話があった。どうしても機械のメンテナンスに来てほしいという。なんとか機械を動かそうとしているようだが、動いては止まり、動いては止まりを繰り返し、音を上げたそうだ。俺はにやりと笑って、会社帰りに寄ることを告げた。そして就業時間が過ぎ、俺は前の会社に乗り込んだ。純平に声をかけると、ゆりかも隣にいる。俺は純平に向かって言った。改革はうまくいきましたか？確かに若い人が何人か入ったようですね。たださっき見たところ、作業は全く進んでいないようだし、聞いた話だと受注先にどんどん契約を切られているそうですね。純平は悔しそうに唇を噛む。俺は続けた。
必要な機械のメンテナンスもできないなんて、この会社を潰すつもりか？君には社長としての自覚がなさすぎる。もう社長でも何でもないので、丁寧語なんて使う必要がない。順平は俺を睨みつけてくる。俺は鼻で笑った。俺の給料が高かったのは、他の人ではできない仕事をしていたからだ。君は昔からこの会社に出入りしていたのに、そんなこともわからないんだな。ただ給料が高いからって、俺を退職に追い込んで、その分の給料を秘書に使ったってところか？そう言うと、順平とゆりかは固まった。それに、浮気相手を秘書に雇うなんて、神経がわからん。俺がそう言うと、順平とゆりかは顔を見合わせ、お前、それをどこで？というので、俺は後ろに向かって手招きをした。どうしてここに？後ずさる順平の視線の先には五十嵐さんがいる。専務も承知の上で俺が連れてきたのだ。浮気の証拠も揃ってるのよ。娘のために離婚は考えていなかったけど、もう無理。こんな父親ならいない方がマシよ。今すぐ離婚して、慰謝料もきっちり払ってもらうわよ。五十嵐さんがそう言うと、ゆりかが逃げようとしたので、俺と専務がすかさず捕まえる。あなたも自分のしでかしたことの責任はしっかり取ってください。順平もゆりかも青ざめた。その後、俺は前社長にすべてを報告。前社長はもちろん激怒した。親族会議が開かれたらしく、社長の長男が大企業を辞めて社長を継ぐことになったそうだ。そして、順平は五十嵐さんから離婚を突きつけられた。五十嵐さんは順平とゆりかに慰謝料を請求。順平は一文なしで家を放り出されたらしい。五十嵐さんによると、順平とゆりかはボロアパートに一緒に住んでいるそうだが、罵り合う声が絶えないという。でも、お互いお金がなくなったから、一人では生きていけないと一緒にいるようだ。五十嵐さんは復縁を迫られたというが、ありえないですよね。と笑った。長男である新社長から戻ってきてほしいと声をかけられたが、俺はすでに新しい会社で働いているからと断った。だが、俺の消去したパソコンのデータはバックアップを取って会社に置いてあることを告げる。さすがに自分が長年費やしたものをなかったことにはできず、データを置いてきていたのだ。それから新社長の交渉でうちの会社は新たな取引先になった。新社長は大企業にいただけあって優秀で、会社は持ち直した。これからどうなっていくのか楽しみだ。俺も今の会社で精一杯頑張ろう。今日中に復旧させて100万人のデータをまとめろ。動かなくなったパソコンを指差し、部長が怒鳴る。黙り込んだ俺に部長は、直せなかったら責任を取って会社を辞めるんだぞ。という。その瞬間、俺の中で何かが切れた。俺の名前は伊藤。子供向けの学習教材の会社に勤務している。実は5年前、俺はこの会社を自己都合で退職し、つい最近再雇用された。退職理由は母の介護だ。田舎で一人暮らしをしていた母が転倒し、しばらく介護が必要になった。父はすでに病気で他界しているし、日中はヘルパーさんを頼んだも、夜間母は一人になってしまう。かといって老人ホームに入る年でもない。この頃、俺は都会で妻と双子の息子と住んでいた。息子たちは体が弱く、かかりつけ医の先生から田舎で暮らすのもいいかもしれないと言われていた。そういう事情で母の介護と息子たちの療養も兼ねて、俺たちは仕事を退職し、田舎へと帰ったのだ。田舎で暮らしているうち、母も息子たちもすっかり元気になった。
俺は在宅で仕事をし、家族と過ごす時間を作った。息子たちは野球にはまり、毎日練習していたから、それも良かったのだと思う。母も息子たちの試合を観戦するためにリハビリを頑張った。俺たちがまた都会に戻るきっかけになったのも野球だった。息子たちが入りたいと願ったクラブチームが、もともと俺たちが住んでいた町にあったのだ。憧れのコーチがいるらしい。こうして俺たちは、また元住んでいた都会に戻った。就職活動中、前の会社の募集を発見し、当時の上司の携帯に電話をしたら再雇用が決まった。もともと俺の役職は部長だったが、人事との話し合いで平社員からのスタートだ。5年ぶりに出社すると、懐かしい顔はごくわずかで、ほとんどが知らない顔だった。まあ、昔とは違う部署だし、仕方ない。伊藤です。今日からよろしくお願いします。俺は挨拶をしたが、なんとなく職場の雰囲気が変な気がした。その原因はすぐに分かった。この部署で、俺の直属の上司となる高田部長が、妙にトゲトゲしい態度を取るからだ。高田部長は、俺が挨拶をすると、お前か、再雇用は。と言い、じろじろ見てきた。ふんうん、元部長だと聞いていたが、大したことはなさそうだ。いきなり喧嘩を売られて、なんだこの人、と思ったものの、俺は黙って、笑みを深める。まあいい。当分は雑用してもらう。おい、桃山、助っ人が来たぞ。高田部長は離れた席に向かって大声を出した。桃山と呼ばれた若い男性社員がその場で立ち上がる。よろしくお願いします。桃山は俺に向かってペコリと頭を下げる。高田部長はニヤッと笑い。伊藤は元部長だが、今は桃山と同じ平社員だ。タメ口でいいぞ。簿記使ってやれ。と言った。伊藤さん、再雇用で元部長なんですってね。優秀な方だって聞いています。それで高田部長がピリピリしていたんですよ。自分の席を取られるんじゃないかって心配してね。桃山との雑談中に、なぜ高田部長が俺を敵視するのかが分かった。高田部長は、自分より能力の高い人間に嫉妬し、どうにかして蹴落とそうとするそうだ。そんな性格だから、部内でも嫌われていた。俺は、高田部長の見当違いの嫉妬に困ってしまったが、だからといって、何もしようがない。俺は放置することにした。それから、1ヶ月ほどは何事もなく過ぎた。俺が配属された部署は、生産管理部だ。学習教材の内容、印刷物の品質、耐久性などを調べ、在庫の管理をするのが主な仕事だ。それなのに、なぜか最近高田部長は顧客情報を知りたがる。社内のパソコンならどこの部署でも顧客情報が見られるとはいえ、生産管理部でそこまで見る必要はない。桃山、ここはどうやるんだ？高田部長はいつも顧客情報の閲覧の仕方を桃山に聞く。桃山は若手で、物腰が柔らかいから聞きやすいのだろう。いい加減覚えてくださいよ。桃山は苦笑いをしているが、高田部長はどこ吹く風だ。そんなある日のことだ。今日は朝から高田部長がパソコンとにらめっこしているなぁと思っていた。15時過ぎに突然高田部長が、ああ、どういうことだと大声を上げた。ああ、しまった。これは大変だ。独り言をつぶやきながら、額から汗を流し、うろうろしている。俺は、人事なので、ちらっと見たものの、そのまま自分の仕事をしていた。周りも、同じように我関せずだ。時間は流れていき、定時となった。基本的に、俺たちの部署は定時で上がるため、一人、また一人と帰っていく。あっという間に
俺と高田部長だけが部内に残っていた。高田部長はいつもは率先して帰るのに、俺は不思議に思いつつ帰り支度をする。お先に失礼します。ちょっと待て。一声かけて帰ろうとしたら、高田部長から呼び止められた。あ、何ですか？伊藤、お前プログラムに詳しいんだろ？はあ、昔はプログラマーでしたから。高田部長の態度は明らかに変で、目が血走っていた。じゃあ、プログラムの復旧もお手の物だな。そうですね。物によりますけど。俺は慎重に答える。じゃあ、顧客情報も直せるな。は？顧客情報ですか？そうだ。実は、間違って初期化してしまったんだ。幸いまだ他の部署は気づいていない。今すぐ直せ。え？いや、それって。どこから突っ込んでいいかわからず、俺は口ごもった。俺が口ごもったのを、高田部長は拒否したと思ったのだろう。お前、できるって言ったじゃないか！だから話したのに嘘をついたのか！動かなくなったパソコンを指差し、高田部長が怒鳴る。いや、嘘とか、そういう問題じゃなくて。また口ごもってしまった俺に、高田部長は、直せなかったらお前が責任を取って、会社を辞めろと言い出した。その瞬間、俺の中で何かが切れた。は？なんだその態度は。お前ができるって言ったんだ。今日中に復旧させて顧客100万人のデータをまとめろ。できるんだろ？確かに、俺の前の部署はセキュリティ部だ。敏腕プログラマーだともてはやされ、最終的には部長にまでなったが。今日中に復旧ですか？俺が聞くと部長はうなずく。ああ、できなかったら全部お前の責任だ。大事な顧客データを飛ばしたんだ。クビだぞ。パソコンを動かなくしたのは高田部長ですよね。俺は大きなため息をついてしまった。だからなんだ。部下なんだからお前が責任を取れよ。できるって言ったよな。俺はじわじわと怒りが湧いてきた。高田部長は自分のミスなのに俺に責任を取らせようとしているのだ。上司としても、人としてもありえない。見てみないことには、なんとも。でも、できると思いますよ。どうだかな？じゃあ、高田部長も首をかけますか？あ？復旧してデータをまとめなければ、俺は首なんでしょ？不公平じゃないですか？大口叩きやがって。わかった。どうせできるはずないんだ。もし復旧できたら俺が辞めるわ。その言葉、覚えておいてくださいね。俺は自分のパソコンの前に座って電源を入れる。チラッと時計を見た。17時20分だ。パソコンはすぐに立ち上がった。俺は顧客情報を開いてささっと操作する。俺の思った通りだ。顧客情報は不正な操作があったから一時的にロックがかかっている状態で、うちの部署からのアクセスだけが制限されている。俺はいくつかの手順に従ってロックを解除していく。時間にして3分ほどだろう。ほら、どうですか？治りましたよ。完璧に復旧したので、俺は椅子から立ち上がり、パソコンの画面を高田部長に見えるようにした。高田部長は食い入るように画面を覗き込み、俺の椅子にどさっと倒れ込んだ。あ、本当に治っている。ああ、助かった。高田部長は顔を手で覆い、ぼそりとつぶやく。治っていますよね。じゃあ賭けは俺の勝ちです。明日、退職届を出してくださいね。俺の言葉に高田部長は椅子から飛び上がった。賭けなんて無効だ。おかしいだろ。
なんでこんな簡単に治るんだ。俺が何時間やってもダメだったのに、お前が俺のパソコンに細工したんだな。お前のパソコンから顧客情報が見られても、俺のパソコンはどうだ。高田部長は自分の席に戻ると、パソコンの電源を入れる。が、全く起動しない。高田部長は勝ち誇ったように、ほらな、俺のパソコンは動かないままだ。お前本当は直していないんだろう。騙したな。俺は何度目かのため息をつく。ですから、顧客情報のロックは解除しましたよ。顧客情報を初期化したというのは高田部長の勘違いです。高田部長のパソコンが初期化されているだけで、顧客情報は初期化されていませんよ。不正操作によるロックがかかっていただけです。俺の説明に高田部長は目をパチクリさせた。ああ、どういうことだ？あのですね、一社員のパソコンから顧客情報を初期化なんてできるはずがないんです。だから初期化してしまったのは高田部長のパソコンで、顧客情報のソフトではありません。俺は説明を繰り返す。高田部長は仕組みをよくわかっていないが、顧客情報はサーバー保管が常識だ。一個人のパソコンから閲覧することはできても、編集することはできない。ただし、不正な操作をすればロックがかかる。俺は昔セキュリティ部にいたため、ロック解除の方法を知っていた。ところで、何をしようとしていたんですか？まさか、データをコピーしようとなんて、してませんよね。見ると、高田部長のパソコンには USB メモリが刺さっていた。顧客情報を外部に持ち出すことは厳禁だ。コピーガード機能でコピーできないようになっているはずだが、怪しい。違う、そんなわけないだろ。そうですか。わかりました。もういいですよ。俺帰りますんで。俺は会話を諦めた。この件は誰にも言うなよ。言ったらお前がバラしたってすぐわかるからな。痛い目を見たくなければ黙っておけ。俺の背中に向かって高田部長が吠える。俺がバラさなくても、もうセキュリティ部で高田部長が何をしようとしていたか、とっくにわかっているはずだが、俺はあえて言わなかった。ただ念のため、かつての上司に連絡を取って、一部始終を話したのだ。翌日、出社して早々、セキュリティ部の社員と専務が、うちの部署へとやってきた。高田部長は慌てて席を立ち。お疲れ様です。どうかされましたか？と挨拶をする。専務は、ひどく険しい顔をしながら。高田部長、少し聞きたいことがあるのだが、昨日顧客情報にアクセスをし、コピーを取ろうとしたのはわかっている。なぜなのか、教えてくれるか？と質問した。俺はざまあと思いながら見ていた。専務に報告したのは俺だったのだ。何の話です？私にはさっぱりわかりません。高田部長はしらばっくれた。専務は呆れた顔をし、何事かをセキュリティ部の社員と話し合う。高田部長のパソコンからアクセスした履歴が残っているんだが、それはきっと伊藤でしょう。何を言っているんですか？俺は驚いて立ち上がる。高田部長はあろうことか、俺に罪をなすりつけようとしてきた。伊藤君のパソコンからも確かにアクセスがあったが、それは17時20分頃の一度きりだ。高田部長、あなたのパソコンからは一日中断続的にアクセスがある。どういうことかね？そんな、誰からいつアクセスしたのかわかるんですか？高田部長は青い顔をして叫んだ。当たり前でしょ。俺からすれば知らない方が驚きだ。そこへ桃山がやってきて。高田部長、
昨日ずっと顧客情報を見ていましたよ。それからその前も時々何かやっていました。僕にしょっちゅう閲覧の仕方を聞いてくるんです。上司からやり方を聞かれれば教えるしかないですが、でも何をするつもりなんだろうっていつも思っていました。と証言した。他の同僚も。私も書類を出すとき、高田部長が顧客情報を見ていたのを証言します。と言ってくれた。高田部長は、みんなが俺の味方をすると思っていなかったのだろう。焦って、脅すようなことを言ってきた。ああ、君たち、こんな時に悪い冗談はやめてくれ。上司を陥れようとするなんて恥ずかしいと思わないか。夏の人事評価がどうなってもいいんだな。これだけみんなが証言しているのにまだ認めないなんて、面の皮厚すぎません。俺は呆れて突っ込み、周りからも非難の声が上がる。専務は、高田部長、今の発言は間違いなくパワハラだ。不正アクセスだけでなく、日頃の態度についても聞き取り調査をする必要がありそうだな。と言い、続けて。伊藤君の捜査履歴を見れば、一時的にかかったロックを外しただけだとわかる。とはいえ、並のプログラマーなら30分はかかるレベルの復旧だ。さすが敏腕プログラマー。腕がなまっていないな。と、俺を褒めた。あな、なんで専務は、そんなことまでわかるんです。パソコンに詳しいんですか？高田部長が、恐る恐る専務に聞いてきた。専務は、知らなかったのか？私はもともとセキュリティ部に長くいてね。伊藤君は当時の部下だよ。ものすごく優秀なんだ。天才だと言ってもいい。セキュリティ部はいつでも伊藤君が戻ってくるのを待っているよ。と答える。専務の後ろでセキュリティ部の社員たちがうなずいていたが、俺は苦笑いする。あ、いえいえ、もう徹夜は勘弁です。当時は残業、徹夜続きで大変だったのだ。本当は再雇用された時、セキュリティ部へと望まれたが、俺は家族との時間を大切にするため、今の生産管理部を選択した。高田部長、昨日俺にバラすなと言いましたけど、顧客情報へのアクセス、誰が何をしたのかなんて、もう初めからわかっているんです。何を言っても無駄ですよ。俺の言葉に、高田部長はようやく観念したようだ。もう、申し訳ありませんでした。私がやりました。高田部長は、専務に向かってか細い声でつぶやき、頭を下げた。準備が整ったら呼びに来るから、それまでに私物をまとめておくように。専務はそう告げると、俺たちの部署から出て行った。高田部長は、うつむいたまま、へのへのと膝から崩れ落ちる。数日後、俺は当事者として、専務から経緯を教えてもらった。高田部長はあの日、顧客情報をコピーして売ろうとしていたそうだ。慣れない FX に手を出し大損して、借金返済のための金が必要になった。しかし、コピーガード機能でコピーできない。それで、高田部長は、ネットでコピーガードを外すソフトを探したらしい。それをダウンロードしたら、ウイルスに感染、パソコンを初期化する事態になったそうだ。出どころのわからないソフトをダウンロードなんて、普通は怖くてできないと思うが、切羽詰まっていたのだろう。高田部長は結局、懲戒解雇になった。会社の上層部は、刑事告訴や損害賠償請求などの措置も考えているそうだ。それだけ、顧客情報の漏洩は重大な問題だ。会社自体が信頼の低下や、法令違反に対して業界からの制裁を受ける可能性もある。必然的に、高田部長への処罰も重いものになったのだ。俺はといえば、セキュリティ部への復帰を望まれ、熱いラブコールを受けたが断った。今の仕事だって面白いし、やりがいがある。何より、定時で上がれるのは大きい。セキュリティ部にいた時は家族と過ごす時間が全く取れなかった。仕事は大切だが、だからといって、俺は私生活を犠牲にしたくない。
どちらも同じくらい大切なものだからこそ、バランスを間違えずにいたい。今日は息子たちの野球の練習に付き合う予定だ。一汗流した後のビールはうまそうだ。マジ？ドカタとかお前終わってんな。社会人になって初めて参加した同窓会で、そいつは俺に言った。自分が国立大卒で大手銀行に就職したのが相当自慢なのだろう。人の職業をバカにする奴にろくな奴はいない。俺は当時お世話になっていた親方の言葉を思い出しながら、いつか見ていろ、と俺は冷めた目でそいつを見つめていた。俺の名前はよしき、40歳。俺が幼い頃に両親が離婚したため母子家庭で育った。養育費はあったが経済的に貧しく、俺は奨学金を利用して大学を卒業。それ以降は土木建築系の会社でずっと働いている。今では結婚して娘も生まれ、母にも親孝行できていると思う。ある日、俺が仕事から帰ると、妻が俺にあるものを手渡してきた。今日お母さんとお茶をしてきたんだけど、あなたに渡してくれって預かったのよ。高校の同窓会のお知らせと書かれたハガキだ。俺は一度だけ同窓会に顔を出して以来ずっと不参加にしていた。会いたくない奴がいるという理由もあったが、単純に忙しかったのだ。仕事に結婚、妻の出産、そして初めての子育て。日々は目まぐるしく過ぎていき、いつの間にかという感じだった。長らく参加してなかったな。俺がつぶやくと妻が笑う。たまには行ってらっしゃいよ。いい気晴らしになるんじゃない？俺はうーんと腕を組む。はがきの端に幹事から俺個人へのメッセージが添えられているのに気づいた。みんなお前に会いたがってる。シンプルな言葉だが、俺は口元をほころばせた。会いたくない奴よりも会いたい顔の方が多いと気づいた瞬間だ。そうだな、たまには行ってくるか。俺は妻が用意してくれたビールをぐいっと煽った。同窓会の会場は俺の家からそこまで遠くなかった。行きは妻が送ってくれて、俺は懐かしい面々と再会を果たす。よしきくん、久しぶりすぎ。ああ、お前黒くなったな。体も良くなって、一瞬誰かわかんなかったよ。仲が良かった友人たちが俺を見つけるなり明るく声をかけてくれた。みんなも変わったな。そりゃそうよ。よしきくんが同窓会に来ない間に何年経ったと思ってるのよ。みんな等しく年を取ったんだから。そりゃそうか、と俺は苦笑する。その時大きな声が俺の耳に届いた。おいおい、ヨシキが来てるのか？どうせまだドカタの極貧生活なんだろ？よく参加費を捻出できたもんだ。ネチネチと嫌味な言い方に、俺は反射的にゲッと口に出してしまう。声の主は、俺がこの同窓会で一番会いたくなかったサトルだ。高校時代、俺が母子家庭で経済的に貧しかったのに対し、サトルは両親が大企業勤めで裕福な家庭育ち。サトルは貧乏イコール底辺と結びつける残念な思考の持ち主で、何かと俺をバカにして嫌がらせをしていたのだ。最後に参加した同窓会でも、俺が土木作業員として働いていると知ったサトルは、盛大に俺をこき下ろしバカにした。自分が国立大卒で大手銀行に就職した自慢を持ち出して、いかに貧乏が負け組かと演説じみた嫌味を言われたのだ。俺が呆れていると、
友人たちが悟に注意する。おい、せっかく久しぶりに参加してくれたのにそんな言い方ないだろ。悟は大げさに肩をすくめてみせた。まあ、提言同士が群れちゃってまあ。あ、なあ、ヨシキ、こいつ覚えてる？悟は友人たちのブーイングを意に介さず、俺たちの前にある女性を連れてくる。ヨシキくん、おひさん。すでにかなり酔っ払っている様子の女性は、派手な巻髪と化粧で誰かわからなかった。俺が考え込んでいるのを何か勘違いしたらしい。女性は自分の両方に手を添えて困ったように体をくねらせる。ヨシキくんったらユナに久しぶりに会えたからって照れちゃって。一人称が名前のおかげですぐに女性の正体がわかった。俺は驚きで目を見開き、同時に苦い思い出が蘇る。ユナは俺が高校生の時、クラスのマドンナだった。自分を名前で呼び、少々ぶりっ子なのがたまに傷だが、若かった俺にはそれさえ可愛いと感じていたものだ。今にして思えば、淡い初恋だったのかもしれない。サトルは、そんな俺の気持ちを目ざとく感づいた。俺がユナを密かに目で追っていたのを見て、クラス中に聞こえるような大声で、俺のほのかな恋心を暴露したのだ。おいおい、貧乏の底辺がクラスのマドンナに恋するなんて身の程を知れよな。ウケる、ユナヨシキくんなんて興味なーい。こんな風に笑われ、とても恥ずかしい思いをした。サトルとユナは互いに裕福な家庭の育ちだったため、もともと仲が良かったのだ。今の今まで忘れていたのに。ああ、ユナさんだったのか。ごめん、すぐ気がつかなかった。またまた、ユナはみんなに全然変わらないねって言われるし。ユナはそう言うが、全然変わらない？周囲にいた女性陣は、俺の視線に気がつくと苦笑していた。ユナは外見上、俺たち同様かなり変化があるが、一人称とぶりっ子な言動は全く変わっていない。つまり、そういう意味で変わっていないと言われたのだろう。本人は気がついていないようだが。おい、ヨシキ、お前どうせまだ独身なんだろうけど、初恋を思い出してユナに手出すなよな。やだ、サトルったら。目の前でサトルとユナがイチャイチャしている。後で聞いた話だが、サトルとユナは今日の同窓会が始まってからずっとこんな調子らしい。昔から仲が良かったとはいえ、今さらサトルが積極的にユナを口説いている絵はなんだか違和感がある。まあ何にせよ、どちらも指輪をしていないみたいだし、道を外れた関係でないのならどうでもいい話だ。俺はうんざりしながらため息をつく。何年前の話してるんだ。そもそも俺もう結婚してるし。左手の指輪を見せてそう言うが、ユナとサトルは顔を見合わせて笑うのみだ。お前みたいな土方の底辺が結婚？物好き女が世の中にはいるんだな。妻を馬鹿にされた気分になり、俺はさすがにカチンときた。お前、世の中の全土木作業員に土下座した方がいいよ。俺のツッコミに友人たちがうなずく。本当よね。というか、今時職業がどうとかくだらないわよ。私の弟も土木作業員しているけど、大変で立派な仕事よ。まったくだ。おい、あんなの気にしないでもっと飲もうぜ。完全にアウェーな状態に追いやられたサトルとユナは強がるようにこう言う。はっ、せっかく話しかけてやったのに、ジョークが通じない奴はこれだから。ユナ、あっちで二人で飲もうぜ。
やっぱ育ちが違うと話が合わないのよね。それからサトルとユナはちらちらとこちらを気にしているようだったが、俺たちは気にせずに楽しい時間を過ごした。サトルの大きな声が嫌でも聞こえてくる。相変わらずの自慢話やユナに対する口説き文句が筒抜け状態だ。ユナの瞳は星のようだ。短すぎてユナの魅力に気づくのが遅すぎた。だのと典型的で歯の浮くようなセリフが聞こえてきたときは、友人たちと揃って笑いをこらえるのに必死だった。おいおい、サトルのやつ、ユナ相手に必死だな。友人の一人がこっそり言う。確かに、もともとサトルは大げさなセリフや自慢が多い印象だが、今回は妙に余裕がないように見える。似た者同士だし、お似合いよ。誰かがそう言うのが聞こえて、俺たちは確かにと笑った。月並みな言葉だが、高校時代に戻ったみたいだ。みんなで昔話に花を咲かせて、俺はそんな気分に浸っていた。同窓会がお開きになった後、俺はまっすぐ自分の家へと向かう。お酒を飲んでいたため、タクシーでの移動だ。運転手さんの雑談に適当に相槌を打ちながら、俺は同窓会を振り返る。思っていた以上に楽しい同窓会だった。サトルとユナとのやりとりさえなければだが、そんな風に考えていると、タクシーが我が家のあるマンションに着いた。マンションのエントランスを通り抜け、あとはエレベーターに乗れば妻と娘が待っている。俺がエレベーターのある場所に向かうと、見覚えのある二人組が俺の視界に映り込む。よしき、まさか俺たちをつけてきたのかよ。どかたの貧乏人が何のようだ。さっさと帰れよ。サトルのタワマンまでついてくるとかやばすぎ。俺はまさかの再会に面食らい、同時に最悪な気分になった。そう、俺が帰ってきたこの建築物はいわゆるタワマンだ。サトルたちはずっと俺を貧乏人とバカにしていたため、俺がこのタワマンの住人だとは夢にも思っていないのだろう。察するに、サトルもこのタワマンに住んでいるらしい。俺はいつも朝が早く、帰る時間もまちまちで、朝晩の通勤ラッシュとは無縁だったため、サトルの存在を全く知らなかった。なんで俺がお前らをつけてくる必要があるんだ。ここ、俺も住んでるんだよ。俺は事実を告げたに過ぎないが、サトルとユナは信じようとしない。どうせユナがサトルの部屋で飲み直すって盗み聞きしてたんでしょ？マジキモいんですけど、ストーカーじゃん？さっきから感じていたのだが、ユナは俺が未だに自分に恋心を持っていると勘違いしているようだ。迷惑な話である。エレベーター内でサトルが3階を押すのを見て、俺は口を開いた。最上階、58階押してくれるか？俺が言った直後、二人の口から、は？という言葉が漏れる。ほんま、家にこと書いて最上階行って。やだ、ウケる。俺は黙って、自ら行き先を押す。二人の間を割り込むような形になり、狭いエレベーター内が一瞬にして険悪な空気になった。当然だが、俺の目的地の最上階よりも先に、サトルたちの目的の3階に到着する。やっと二人から解放されると思ったのもつかの間、俺はサトルにエレベーターの外に引きずり出された。何するんだよ。俺が掴まれたシャツを直していると、サトルとユナは、にやけ顔のまま俺に言い放つ。お前がこのタワマンの最上階に住んでるとか、嘘も大概にしろよな。待ってろ、不審者がタワマンに入り込んでるって通報してやるからな。
近所迷惑も考えない大声に俺は眉を潜めた。別にいいさ。でもな、お前が恥かくだけだぞ。そもそもどうやって俺はここまで入ってきたって言うんだ。俺は自分のカードキーを使っただけだよ。俺はカードキーを見せて言う。サトルもここの住人なら見慣れてるはずだ。さすがにカードキーを持っているのを見て、俺がここの住人であると認めざるを得なくなったらしい。ユナが目を輝かせて俺に質問する。すっごーい。じゃあ最上階に住んでるのも本当なの？サトルよりよっぽど豪華な部屋なんだろうな。おい、ちょっと待てよ。体をくねらせて俺に媚びを売り始めたユナを見て、サトルが眉を吊り上げた。最上階なんて嘘に決まってるだろ。どうせ同じタワマンでも俺より低層階に決まってる。本当だって言うならお前の部屋見せてみろよ。冗談じゃない。自宅には妻と娘がいるのだ。こんな無法者のような男と女を自宅に連れて行くなんて考えられない。絶対に嫌だ。俺が短く答えると、サトルは俺を指さした。ほら、あいつ嘘ついてんだよ。証拠が見せられないんだから。俺はうんざりして再びエレベーターのボタンを押し、上の階から降りてくるのを待つことに。もう付き合っていられない。そもそもこいつらに嘘か誠かを証明するなんて、俺からしたらどうでもいいことだ。サトルがあいつ逃げるぞと囃し立てる。どうでもいいが、近所迷惑だから声を落とせ。そう思っていると、もう一つのエレベーターの扉が開いた。中から出てきたのは俺のよく知る人物だ。この階で騒いでいるというのはあなた方ですか？何件か苦情が来ていますよ。エレベーターから降りるなり、そう俺たちを睨みつけたのは、このタワマンに常駐している管理人さんだった。サトルはちょうどいいと声を張り上げる。管理人さん、この貧乏な土方が最上階に住んでるなんて嘘ですよね。俺はこいつが不審者だと思って問い詰めていただけなんですよ。ユナもうなずいている。一目でサトルたちがかなり酔っているとわかったのだろう。管理人さんはちらりと俺を見る。俺は察してうなずいた。おそらく俺について話していいものか一瞬考えていたのだろう。わかりましたから声を抑えてください。こちらの方は確かに最上階にお住まいの方ですよ。このタワマンの建設にも関わってる会社の副社長ですから、私もよく存じ上げてます。あ？サトルとユナは揃って声を上げた。俺はサトルのように自分語りをするのが好きじゃない。だから極力自分の話は避けていた。だが、こうなっては仕方ないだろう。俺はさ、サトルが言うように、確かに土木建築系の会社で作業員をしてたよ。俺はそう切り出して話し始めた。俺は大学卒業後に土木建築系の会社で作業員として働き始めた。サトルには教えていないので知らなくて当然だが、俺が働いている会社は業界の中でもかなり有名な会社だ。管理人が話した通り、このタワマン建設にも携わっている。俺は最初こそ普通の作業員だったが、働きながらキャリアアップに向けて資格を取得した。そして真面目な勤務態度も一緒に評価され、徐々に立場が上がっていったのだ。やがてお世話になっていた親方、つまり社長から娘さんを紹介され結婚した。それが今の妻だ。今では副社長として社長の右腕となり働いている。それらを説明してやると、サトルとユナはあんぐりと口を開けていた。お前が副社長？じゃあ家賃は一体いくら払って？家賃？うちは分譲だから。
最上階の景色が気に入って勢いで決めちゃったんだよな。勢いで最上階を一括で購入しただと？それができるだけの力が俺にあるということにショックを受けたのか、打ちのめされたように悟がその場に座り込む。俺はその隙に管理人に頭を下げる。お騒がせして申し訳ありません。いやいや、何か誤解が解けたならよかったですよ。俺が管理人と話していると、ユナが俺にすり寄ってくる。ねえヨシキくん、さっきはごめんね。サトルが俺の味方しろってしつこいから仕方なくて。ふざけんな。唐突にまたサトルが大声を上げ、ユナの肩がびくりと跳ねた。ユナがまた俺にすり寄ってきたのが気に食わないのかと思いきや、サトルはユナを押しのけるようにして俺に詰め寄ってくる。ざけんなよ。なんで底辺だったお前が。どんな汚い手を使ったんだ。なんでエリートの俺が今落ちぶれてお前が見下ろす側になってんだよ。俺は意味のわからないサトルの発言に首をかしげた。お前が落ちぶれて？どういうことだよ。俺は銀行をクビになって、これから慰謝料に追われる生活なんだ。タワマンも家賃が払えないから引っ越さなきゃならないし。なのに、なんでだよ。なんでお前が最上階なんて。くそー。は？慰謝料って何よ。てか、サトル今無職ってこと？意味わかんない。ユナも俺と同じで混乱したらしく、サトルの肩を揺すっている。酔いや感情が後押ししたのか、サトルは吐き出すように語り出す。内容はこうだ。今まで大手銀行員として独身生活を満喫していたサトルだったが、彼は大きなミスを犯した。なんとお客様の奥さんと火遊びをしたのがバレて銀行をクビになったらしい。相手の旦那さんから多額の慰謝料を請求されたのだとか。今まで気ままに暮らしていたサトルは貯金も乏しく、一気に転落人生真っ逆さまというわけだ。そこで目をつけたのがユナだった。サトルは毎回同窓会に参加していたので、ユナがずっと独身だったのを知っていたのだ。そこでユナを引っ掛けようと考えたのだろう。ユナの家は一応金持ちだし、いい仲になれば助けてくれると思ったんだよ。全然タイプじゃないけどな。吐き捨てるように言うと、ユナは眉を吊り上げた。はあ？ユナを利用しようとしたわけ？最悪。あんただって全然ユナのタイプじゃないし、勘違いしないでくれる？ギャーギャーと言い争いを始めるユナとサトル。もうこれは収拾がつかなそうだ。もう警察を呼ぶことにします。げんなりした顔をした管理人に俺も同意をする。ですね。ひたすら迷惑ですから。では、あとはよろしくお願いいたします。俺はそう言ってエレベーターに乗り込んだ。目ざとく俺に気がついたサトルが、逃げるなと俺に向かって叫ぶ。俺は最後に言い返すことにした。自分を棚に上げて、今までよく人をバカにできたよな。全部自業自得じゃないか。引っ越しと慰謝料の支払い頑張れよ。俺が皮肉を込めて言うと、ユナの平手打ちが悟にヒットする瞬間と重なった。あれは相当痛そうだ。俺がエレベーターに乗り込むと、一気に静かな空間に包まれる。これでやっと帰れるな。俺は大きく息を吐いた。後日、俺が家族で外出しようとタワマンの外に出ると、引っ越しトラックの作業員にあれこれ指示しているサトルと鉢合わせした。お互いに一瞬、あっという顔になったが、サトルの方から視線をそらされる。あなた、お知り合い？通り過ぎた後で、妻が聞いてきたが、いや、全く知らない人だよ。と笑い返した。今日はこれから家族で俺の実家へ遊びに行く。
母の誕生日をお祝いするためだ。母が喜ぶ顔が目に浮かぶ。俺は妻、そして娘の楽しげな横顔を眺めて微笑んだ。今度入ってくる子、ハーバード大卒だって。私は新入社員のことを夫に話す。らしいな。うちにもすごい人材が入るようになったな。夫はのんびりそう言った。学歴は申し分ないし、人間性もいいことを願うわね。私の言葉に夫はうなずく。この新入社員が後にとんでもないことを引き起こすなんて、この時は考えもしなかった。私の名前はユリ。37歳でホテルの支配人をしている。今でこそ結婚もして人並みの生活を送れているが、私の生い立ちは人に自慢できるようなものではない。幼い頃、私は両親と父方の祖父母と暮らしていたが、母はひどい嫁いびりに遭っていた。辛く当たられる母を見て、どうして反抗しないのかと子供心に思っていたが、母は片親になると私がかわいそうだからと我慢していたようだ。母は必死に私を守ってくれていた。しかし、ある日私が祖母に手を挙げられたのをきっかけに母は逃げることを決意。母は私を連れて遠くのおばのところへ逃げた。その頃、私は小学生だった。何が何だかわからないまま母についていったけど、意地悪な祖父母や無関心な父と離れたことにほっとしたのを覚えている。おばは一人暮らしをしていて、決して裕福とは言えなかったけど、私たちを一緒に住まわせてくれた。後から聞いた話だと、母はその時に何とか離婚できたそうだ。でも、父からは財産分与も養育費ももらえなかったらしい。父や祖父母はそれから音信不通で、どうしているかも知らないし知りたくもない。おばの住んでいたところはかなりの田舎で、母は仕事を探すのも苦労したようだけど、おばのつてで雇ってくれるところが見つかったそうだ。母は働き始め、しばらくしてから私と母はおばの家を出て、近くのアパートで二人暮らしを始めた。母は朝から晩まで働いてくれていたが、母子家庭で貧乏な生活が続く。それに不満を持ったことはなかったけど、頑張りすぎる母が心配だった。そんな母は、私が中学生の時に過労のため亡くなった。突然母がいなくなり、高校生の私は途方に暮れる。高校2年の夏のことだ。父や祖父母が母の葬儀に来ることもなかったし、連絡もなかった。おばが私の面倒を見ると言ってくれ、再び一緒に住まわせてもらった。でも、私は高校へ通い続けることを諦める。おばはお金のことは心配しなくていいと言ってくれたけど、働き詰めの母が過労で亡くなったことで、おばも同じようにいなくなってしまうことが怖くて、私は高校を中退して働くことにした。学歴は中卒となり、それでも働ける場所を探したけど、自分の考えが甘かったと思い知らされる。おばに迷惑をかけないようにと、ようやく見つけたのは、住み込みの旅館の仕事だった。アルバイトだったけど、住む場所が確保できるなら何でもいい。私はそこで働くことになった。社長や他の従業員もとてもよくしてくれて、私はわずかな金額ながら、おばに仕送りもできるようになる。おばは断ってきたけど、私や母がお世話になった分はきっちり返したいと言うと、おばは仕送りを受け取ってくれるようになった。やがて私は、アルバイトから正社員として雇ってもらうことになる。そんな仕事先で夫と出会った。旅館の経営者の息子だった夫は他の従業員と一緒に働いていた。それを知らずに仲良くなり付き合ってほしいと言われた時に初めて経営者の息子だと知る。驚いたけど、この旅館のことも夫のことも好きだったので私には何のためらいもなかった。
2年の交際を経て結婚。そこからしばらくすると新しくホテル事業を立ち上げるので、それを私たち夫婦に任せたいと義父から言われた。それから夫は社長として、私は支配人として現場で働いている。ある日、私は一人の青年の面接を担当した。彼の名前は前山くん。前職は別のホテルに勤めていたようだ。随分大手のホテルで、経歴だけ見てもすごい。学歴はなんとハーバード大学を卒業している。ここならグローバルな活躍ができると思ったからです。彼は自信満々にそう言った。もちろん英語はペラペラだ。最近は海外のお客様も増えてきたし、英語で対応できるスタッフは大いに越したことはない。私は彼の採用を決めた。しかし、この前山はとんでもない性格だった。初日から前山は他の従業員相手に学歴マウントを取り出したのだ。そんな大学聞いたことねえな。俺はハーバード卒なんで。と言いたい放題だったらしく、他の従業員から苦情が来た。私は事実確認も含めて前山を呼び出した。すると彼は、本当のことなんだから別にいいですよね。あなたは俺に説教するほどの学歴なんですか？俺は何たってハーバードを卒業しているんです。と言ってきたのだ。私はため息をつく。確かに私もあなたの学歴を見てすごいと思ったわ。でもここで必要なのは学歴じゃないの。いろいろな大学を卒業している人もいるし、高卒の人もいる。私は高校を中退しています。すると前山は、今時中卒ですか？なんでですか？学力の問題？それとも貧乏だったとか？と大げさに言ってくる。ここで私の生い立ちを詳しく話すのも嫌で、私は、そうね、と短く答えた。前山は私の話も聞かず、笑いながら去っていく。周りの従業員から聞いた話だと、彼は前職のホテルをハーバード卒なのに昇進できないなんておかしいと言って辞めたらしい。自分が仕事ができるとかできないとかは関係ないようで、とにかく学歴だけで決めている。うちに来たのは、ここならすぐに昇進できる。社長は息子もいないし、後継者に困っているだろう。自分が将来の後継者だと思ってのことらしい。社長のことは調べているのに、私が社長の妻だということはどうやら分かっていないようだ。まあ、私が妻として顔を乗せているものはないし、夫の名字はよくあるものだ。実際、親族とは関係ない従業員でも同じ名字が何人かいるので、うちの職場は下の名前で呼び合うことが多い。私も平凡な名前だから、社長の妻と同一人物とは思わなかったのかもしれない。私が中卒だと知って、前山はあからさまに私を舐めるようになった。部下たちは前山をなぜ首にしないのかと言ってきたが、首にするためにも決定的な理由が必要だと説明する。すると、納得した部下たちも協力してくれることになったのだ。夫にその話をすると、その精神は見上げたものだな。まあ、実力が伴えばだけども。と笑う。夫からは、前山がお客様に迷惑をかけたり、他の従業員とトラブルになったりしたら報告してほしいと頼まれた。それからも、前山はネチネチと私に絡んでくる。こんなにいいホテルなのに、支配人が中卒って株が下がるよな。と、すれ違いざまに言ってきたこともあった。他の従業員と休憩室で、私の出身地は田舎だったから野菜を作っていたのよ。なんて話をしていた時は、それを聞いたらしくて、ど田舎で畑でも耕してればいいのに。と言ってきたこともある。しかも彼は私を独身だと思い込んでいるようで。中卒でその年じゃ結婚なんてできないよな。とも言ってきた。
専業主婦の母を持ち、裕福な暮らしをしてきた彼の中では、既婚女性が働くということが理解できないようだ。私を攻撃しているうちは、他の従業員に対してさほど攻撃していないようなので、私は黙ってそれを受け入れている。ただ、相変わらず学歴マウントは取るし、雑用は他の従業員に押し付けていることもあるようで、周りからは嫌われていた。私はその後も前山からボソボソと嫌味を言われていたけど、幼い頃父や祖父母にされた嫌がらせに比べたら、今の私には知識も力もあるのだからどうにでもなるんだ。自分の10個も年下のこの嫌味なんて私には痛くも痒くもなかった。前山はひとまず私の役職である支配人の座を狙っているようだけど、相変わらず仕事は大してできないままだ。ただ自分は仕事ができると勘違いしているので厄介でもある。前山が入社して半年ほど経った頃、俺今度結婚するんですよと私に言ってきた。思いがけない報告に私は素直におめでとうと祝福する。彼は結婚式の招待状を渡しながら、上司なんで一応呼びますね。でも独身で貧乏育ちのあなたには俺みたいなエリートの結婚式は辛いですかね、とバカにしてきた。私はその言葉に心の中で笑いながら招待状を受け取る。そして楽しみにしてるわとにっこり笑った。前山も作り笑顔を私に向けて去っていく。結婚式に招待されたことは驚いたけど、彼の言う通り、私に自分はこんなにエリートなんだと見せつけたいだけなのだろう。彼の父親は外資系の商社で働いているらしくて、かなりのお金持ちのようだし、彼自身も学歴を見たらエリートだ。さぞ豪華な結婚式なのだろう。案の定、招待状を見ると、結婚式の会場は私もよく知っている有名なホテルだった。それから数ヶ月、いよいよ前山の結婚式当日だ。私は招待された部下たちと一緒に会場に向かう。前山は次期社長の座を狙っている割には社長と直接話したこともない。社長である夫は現場のことは私に任せるからとほとんど現場には来ないし、従業員が社長と会う機会はほとんどない。だから結婚式に夫が呼ばれることはなかった。会場に着くと知っている顔を見かける。それはうちのホテルで働いている料理長の弟子だった。以前うちのホテルでも修行をしていたが、今は自分の店を持っているはず。なんとその彼が新婦の父親だったのだ。世間って狭いですね、と私が言うと、彼も笑ってうなずいた。結婚式はかなり豪華なものだった。新婦は4回もお色直しをしているし、新郎の父の知り合いだという議員が挨拶もしている。式も終盤になると、新郎新婦が各テーブルを回ってきた。私のテーブルには私と部下たちだけ。このテーブルは大して挨拶することないから、と前山が言った。自分の職場の人を呼ばないのは世間体が悪い。数合わせだと前山が新婦にこそこそと言う。すると新婦が笑い出した。もしかしてこのおばさんが支配人って人？見るからに貧乏そうね。テーブルに座っている部下たちがぎょっとした顔をする。しかし見ず知らずの新婦を止める者はいない。前山は新婦を止めるどころか一緒になって笑った。俺は支配人になって社長の座まで上り詰めるからな。ハーバード卒なのにバカなのか？と思っているのは私だけではなさそうだ。部下たちも呆れた顔をした。こっちだって義理で出席しているのにこの言われようは腹が立つ。でもわざわざこんなところで反論はしない。愛想笑いで流してやった。それなのに、新婦は私の前に来て、ど田舎出身の中卒は、夫と縁切ってもらえます？
と笑って言ってくる。前山もまだ一緒になって笑っているところを見ると、私には何を言っても大丈夫だと思っているのだろう。今まで前山の暴言を流してきたけど、私はここで初めて今まで溜め込んできたものが爆発した。思いっきり笑顔で、では、新郎を首にします。と言ってやる。すると、前山は私を見下しながら、あんたにそんな権限ないだろう。と言ってきた。私はそのまま笑顔で席を立つ。ちょっとマイク借りるわね。部下たちは驚いて私の行動を見つめていた。私は壇上に立つとマイクを手に取る。前山くん、あなたは私のことを中卒だと言って馬鹿にしていますが、あなたはハーバード卒だと胸を張って言える仕事をしてきましたか？学歴は仕事のできるできないには比例しないのかもしれませんね。はっきり言って、あなたの仕事ぶりは中卒の私以下だし、他の従業員の誰よりも仕事ができないと思っています。それから社長である夫から、あなたの人事は私に一任すると言われています。お客様や他の従業員に迷惑をかけたり、不快な思いにさせたりするなら、クビにするようにとね。あなたは他の従業員にも迷惑をかけてきたし、私のことを中卒だ、ど田舎の貧乏人だと馬鹿にもしてきた。奥様もあなたと同類ですね。奥様が私と縁を切ってとおっしゃるなら、あなたをクビにするしかありませんね。そう言うと、部下たちのテーブルから拍手が起こる。新郎新婦の両親は顔面蒼白で震えていた。私は前山のところへ行く。今後はあなたとの縁は切り、上司でもなくなりますので、どこへでも自由に転職してください。そう言って、私が自分のテーブルに戻ると、前山は真っ青な顔で、社長夫人だなんて嘘だろう？とつぶやく。すると、部下たちも立ち上がり、私の方へ来た。部下の一人が、ゆりさんは社長の奥様だけど、それ以前に上司に対してあんな態度を取るなんて常識がないんじゃないか？と笑った。だって、支配人は中卒の貧乏人なのに。前山は困惑しながら言う。バカね。あなた何見てるの？学歴なんて過去のことでしょ？ゆりさんは努力家だし、品もあるし、支配人としても社長夫人としても申し分ないわよ。それに、英語もペラペラで、海外のお客様からの評判もいいんだから。そう言ったのは別の部下だ。まあ、お前みたいな学歴しか自慢することがないようなやつとは、格が違うんだよな。と、他の部下も言い、前山は真っ赤になって怒り出す。社長夫人だなんて、俺を騙してたのかよ！こんなホテルやめてやる！こっちから願い下げだ！私はうなずいた。では、自己都合による退職ということでいいですよ。退職願いを提出してください。今日は久しぶりにここに来たかったのよね。だってここ、私たちも結婚式を挙げたホテルですもの。そう言うと、真っ赤になっていた前山はポカンとした。私なんかに縁がないと思っていたこの会場で、私も結婚式を挙げていたことに今日疲れたのだろう。なんなのよあんた！私の結婚式をぶち壊しにする気？と、新婦が言ってきたので、私は答えた。最初に私を侮辱したのはあなたですよ。私はあなたの夫の上司でしたが、彼が辞めるのだからもう赤の他人です。彼のことを非常識と思えないならあなたも同等ですよ。そう言うと新婦は真っ赤な顔をして怒っていたが、新婦の父親に一喝されてようやく黙った。これ以上ここに用はない。私は部下を連れて会場を出た。会場を出ると、前山の母親が追いかけてきたので、私は非礼を浴びたが、とんでもないです。こちらこそ申し訳ありません。と言い、父親が感動するとカンカンに怒っているという。式場の方から父親らしき怒鳴り声が聞こえてきた。翌日、前山からは退職届が出され、
彼は退職した。しかし、その後の転職活動は難航したようだ。しばらくしてから私のもとに前山から連絡があり、謝罪かと思ったら、自分がいないとこのホテルはダメになるから、また雇った方がいいという謎の助言だった。大丈夫。従業員同士も前よりうまくいってるし、なんだかお客様の評判も前より上がったのよね、と私は言う。どうやら前山は実家から感動され、援助を受けて建てる予定だった新居はなくなり、二人はマンションに引っ越したそうだ。それを不満に思った新婦とは喧嘩が絶えないという。新婦は実家に泣きついたが追い返され、新婚なのに罰がつくのは嫌だから離婚もできないと嘆いているようだ。しかも見栄を張ったのか、そこそこ値が張るマンションに入居したものの、転職活動もうまくいかず、新婦は職歴がないので就職できずで、維持費もそこをついて、今度は古いアパートに引っ越すらしい。アルバイトでなんとか生活しているという。でも、私に手を差し伸べる義務はない。このことを夫に報告すると、やっぱり人間、学歴だけじゃないよな、と、のんびり言ったので、私はもう一つ報告をする。それと、私ね、妊娠したみたい。すると、いつものんびりしている夫が飛び上がって喜んだ。この人と一緒になってよかった、と心から思う。